今回はリアルトラックのご紹介をしたいと思います。リアルトラックはですね、その名の通り、リアルなトラックで、あたかもですね、プロのミュージシャンに来てもらって譜面を渡して、これを演奏してくださいっていうふうに、お願いした時と同じようなすっごいリアルな演奏をしてくれます。でしかもそのリアルトラックはいつもいつも、プレイするたびに同じ演奏ではなくて、演奏するたびだったり、コード進行を変えたりすると、フィーリングが変わったりしてですね、いつも新鮮な気持ちで演奏することができます。実際にちょっと見てみましょう。はい、では実際にですね、リアルトラックの音を聞いてみましょう。あらかじめもう読み込んであるソングがあるので、それを演奏してもらいます。スタートが結構リアルな感じですね。はい、今聴いていただいた感じで結構リアルな感じだったと思うんですけれども、次にコード進行変えたらどうなるかなとちょっとチェックしてみましょう。でこの、C のところを、D マイナーに、でこの3小節目を、B フラットにしてみます。この次のところも同じにしましょうか。D マイナーの B フラット。ちょっとここのところだけ変えてみます。これで雰囲気がどれぐらい変わるか聞いてみましょう。はい、こんな感じでですね、コード進行を変えても全く違和感なくリアルな演奏を再現してくれるというのを、分かっていただけたかと思います。で、このリアルトラックというのは今聞いていただいたようにギターだとかベース、ドラムとかあと今オルガンも入ってましたけども、こういう楽器だけではなく、ソロ楽器も、生成してくれます。ということでソロ、今度はソロイストを呼んできてですね、ソロを演奏してもらいましょう。でこのソロのマークのところで右クリックしてですね、ソロリアルトラックを追加作業になります。ここで、どんな人に頼もうかなっていう、例えば、このピアノだったり使用楽器タイプとかリズムとかテンポ、ね、適正なテンポとか、出てるんですけども、今日はどの人に行くかというと、一番下の方へ行って、このサックステナーサックスの方、トム・キーン・リーサイドさん、このアーティスト情報ね、この演奏してるアーティスト情報も出たりして、この人をちょっと呼んでいきたいと思います。で、じゃあトラックを生成して行ってみましょう。素晴らしい。まさにリアルトラックですね。こんな感じで、今聴いていただいたように、ソロもリアルな感じで、演奏してくれています。このリアルトラックを使ってですね、一緒に、熱い演奏をしてみたらいかがでしょうか。